フレデリクス・ヤコブス・ルッテンは、オランダ、ビヘン出身の元サッカー選手であり、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。本来の発音は、即音が入らず、ルテンが近い。13年間に及ぶプロキャリアのすべてを FC、トゥエンテにて過ごし、317試合に出場した。オランダ代表として1試合の出場経験がある。現役引退後は、 長年過ごした FC2 エンテのアシスタントコーチに就任。コーチとして6年間過ごし、その後2年間監督としてチームを牽引2000から01シーズンには KNVB 杯の決勝で PSV を PK 戦の末に破ってクラブに久々のタイトルをもたらした。2001年にはエールディビジの強豪 PSV アイントホーフェンに席を移しフースヒディングの補佐として アシスタントコーチも経験。ヒリンクは退任の際に公認として、ルテンを推薦していたが、クラブはロナルド・クーマンを選択し、ルテンはフルスの FC、トゥエンテに復帰。素晴らしい手腕を見せて2008年には、リヌス・ミヘルス・アワードを獲得した。2008年には国外へと舞台を移し、ドイツ分デスリーガに所属するシャルケ・レイヨンの監督に就任するも、 チームを掌握できず2009年3月26日に解任される。2009年4月17日、ついに PS 分やイントホーフェンの監督に就任。しかし就任後にシーズンは共に途中まで首位にいながらも、ウィンターストップにキープレイヤーを失った影響で、シーズン終盤に急失速し、2年連続で3位と CL 出場権すら逃した。3年契約最後の年も、 これまでのシーズン同様に首位を独走しながら2月終盤から急失速し4位まで転落。結局2012年3月12日に監督を解任された。2012から13シーズンによりエールディビジのフィテッセの指揮を取ることとなった。2014から15シーズンからはフェーノールトの監督に就任。 セレクション完成の遅れから苦しいスタートを切ったが、次第に手腕を発揮して、再評価された。しかし、シーズン後半はやはり急失速し、リーグ戦最後の5試合を2分け3敗で3位を逃した、ことで最終節を終えた5月17日に、解任された。指導者として、タレントを成長させられる能力があると、評価されているほか、オルランド・エンゲラールをコントローラーにコンバートして、 オランダ代表にまで成長させるなど、選手のクオリティを見抜いてのコンバートにも定評がある。選手に対しては、ピッチ上のことだけでなく、生活面についても積極的に話をし、父親的キャラクターで知られている。社交的な性格で、18年間カ会員使用を止められなかったビム・キーフとは噂を聞いたある点の助けによって、治療を始め、見事に依存状態を克服。 ルテンのことを素晴らしい人物でフットボール界において何にも変えがたい特別な存在と語っている。ルテンが率いたチームは例外なくシーズン後半戦に失速している。本人は PSV 時代の失敗について冬の遺跡史上でキープレイヤーを失ったためと説明しているがトゥエンテやフェーノールトではそのケースではない。フィジオセラピストレーモンド・フェルハイエムは ルテンのトレーニング方法に問題があり、選手たちに疲労を蓄積させていると批判している。ありがとうございます。